チミプラスアルファのコーナーです。本日水曜日はサーヤのディープ秋葉ということで、サーヤさんよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。元気ですか？はい、今日も元気です。はい、今日は、はい、今日は先週大人気を獲得したコスプレ編の第2弾です。お、行ってみましょう。はい、ということで今日はちょっとこの前とは違った変わったコスプレイヤーさんの紹介なんですけれども、うん、早速 VTR 行ってみましょう。 VTR にログイン。今日はですね、江東区のとある場所に来てます。はい、ご自宅にお邪魔しました。今日ご紹介するのはただのコスプレイヤーさんじゃありません。なんと町のコスプレイヤーさんなんです。はい、ということで早速ご自宅にお邪魔してみましょう。そうです。4ヶ月だ。はい、小さいお子さんの方が4ヶ月の、うん、こちら2歳の、はい、すごい可愛い子でコスプレ歴13年の、ね、はい、2児のお母さんです。うん、ですね、お部屋に入ってまずびっくりするのが、ここやっぱり子供さんが今まで遊んでいたという感じでおもちゃ転がってます。転がってるんですけど、転がってるんですけど、なんとこっち側にコスプレ衣装があるんですね。これ何着ぐらいあるんですか？すごい、なんかおもちゃみたいなね。これ時で50着でした。50着、全部で50着ぐらい。作ったのもあるんですか？はい、自作が4分の3、ほとんどが4分、はい、とても気になるんですけども、これ何と思ったのが、これ、はい、なんか立てかけてあるんですよ、ボードみたいなやつ。プラスチック段ボールという、プラスチック段ボール。はい、突然ですがここで問題です。はい、このなんかあのボードみたいな、これは何に使ったのでしょうか？これもコスプレの、まあ、一つとして使ったんですけれども、これあの余りです。使った余りなんですけども、これは何に使ったでしょうかというのが問題です。マリエちゃん。はい。なんかさ、こういうの作る。あ、なんかベルトみたいなのとか。そうそう。なんか変身。ちょっと固めの素材。ちょっと固めの素材の。そう。みたいなのとか。耳とか、耳とか、なんかヘルメットかぶってるキャラクターとかいるじゃん。あ、いますいますいます。そういうのの素材かな。そういうのの素材。それではじゃあ正解 VTR 見てみましょう。はい、これ何ですか？建築資材、はい、プラスチック段ボールという素材です。これ何を、何に使うんですか？これで戦闘機を作りました。戦闘機を作りました。戦闘機、マジ？はい、言われてもわからないので、とりあえず組み立ててもらいました。半分しか入りませんでしたので、半分だけ。これこれは大きいでしょう。大きいですね。これあのこの前のワンフェスというイベントで、うん、はい、これです。それではですね、早速普通のママからコスプレママに着替えてもらったので、早速コスプレ着替えてもらいました。赤ちゃんやっぱり抱いてるんですけれども、ご主人はコスプレしてることを知ってますか？あ、知ってます。ちなみにどう思って？公認の、何にも思ってません。どちらかといえば、なんだろう、取ったら何もなくなるんじゃないくらいな勢いで、もう趣味の一つとしてちゃんと認めてくださってるので。2チャンネル、2チャンネルで知り合って。妊娠中ってどうされてたんですか？妊娠中は上の子の時は9ヶ月まで行ってましたね。ご近所さんは、お腹大きいままでコスプレしに、妊娠9ヶ月でイベント行っちゃいましたっていうお母さんです。まあでもね、自分の楽しいことをやるって見ながら妊婦さんやってるって素敵じゃないですか。ね、子供さんもちゃんと、あのお家も普通のご自宅なんですけれども、ところどころやっぱり貼ってある写真とかが、はい、これご主人様です。あら、ご主人様。2チャンネル結婚、2チャンネル結婚した。これもう一つ着替えていただきました。わら、カツラまでかぶっちゃって、はい、カツラまでかぶってます。あ、じゃあかわいいものからかっこいいものまでいろいろしちゃうんですね。はい、いろいろしちゃう、にあのもう2人お子さんがいらっしゃるお母さん。じゃあそのうち子供もなるのかもね。うん、今はとりあえず、まあ確実になるだろうね。そうかもしれない。うん、今はなんか無理やり自分が好きだからってコスプレさせるのはあのやめようということでさせてないそうなんですよ。逆にこう、うん、ギャル男とかになるかもね。ギャルとか、ね、だからもし子供さんがコスプレしたいっていう風に自分から言い出したら、うん、まあしていいよって言うそうです。そっかそっか、うん、いろんな家族がいるね。いろんな家族いますね。ね、でも可愛いですね、コスプレって。なんかこう
なんか今までちょっとやらしいイメージがマリアの中であったんですけど、うん、でもすごく可愛くて、うん、素敵な趣味で、なんかナースとかバニーガールっていうとちょっとやらしいじゃないですか。そうなの、なんか、うん、だからさ、コスプレっていうのにもなんかジャンルがある、うん、まあ私はそっちのやらしい方だけどだから可愛いと思うよ、こういうの、うん、素敵だと思います。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします、はい、バイバイ。